私の初恋の人、藤崎弘幸は戦後初めてスウェーデンに帰化した日本人医師として今ヨーロッパにいる。あの時引き離された秀明も、その後弘幸の妻となった京都の女性と共に父の手に戻り、今ではあの頃の父ほどに成人しているはずだ。私の夢の翼を最初にへし折ったのは狂わ育ちの一言だった。そして二番目の夫ジョージと私を引き離したのはイエローの一言。私の心の奥底には生まれを問われることへのコンプレックスが抜きがたく潜んでいたのだ。三度目の夫クメとの結婚は、愛することに疲れた果ての安住の地というか、何一つ過去を問わない夫の寛大さの中に身一つだけ持ち込んだ形だった。アミちゃん、ええお名前だすね。そやけど、なんでアミちゃんにしやはった？フランス語でアミは友達や。世界中で通用する名前どっせ。ナムアミダブスの後、それから富江の実を取って、それでアミにしました。ああ、結構結構、三つになったらこっちへ引き取らせてもらいます。さかいに。またそんなこと。女の子が生まれたらうちの養女になって山口家を継いでもらう。結婚の時の約束どうしたろ？それはもうよく覚えてます。あとはまた仲良う作りやしたら。ほんまに色の白い綺麗な子やな。新井地蔵さんのおかげどうっせ。おはよう、おかえり。ちょっと疎水あたりまでお散歩してくるわ。酸素が大事やね、子供には。そう、車に気ぃつけてや。大丈夫大丈夫大丈夫。どないしはった？うん、忘れ物だ。ん？それは何？ああ、めんどくさいさかいに、ご飯にあられ乗せてぶぶ漬けに。どうしてそんな食べ方をするの？やはり狂わ育ちは抜けきれないのかな。うちの子供の頃は朝は大抵これでした。学校行く前にお母ちゃんも名越さんもまだ寝てはって、人気のない台所でお客に出すあられやせんべいを冷やご飯にかけて水道の水でブブ漬けにして流し込みますね。三つ子の魂と言いますさかいに、その頃の根性は死ぬまで治らしまへんのどしやろな。またしても狂わ育ちの一言に、私は雪女のように心が冷えて、亜美を連れて母の家へ帰ってしまった。四度目の夫滝川は結婚2年になるかならないうちに、アメリカの通信社の極東特派員としてベトナム戦線へ派遣され、さらにヨーロッパへと赴任し、忙しく世界中を駆け巡っていた。おお、帰りやすい。いや、いつ帰らはったん？さっきスイスから着いた。ほら、周平くん、パパですよ。どれどれ、うわぁ、大きくなったな、周平ちゃん。この前抱かはったもん、いつどうしたかな。もう何ヶ月も未亡人と一緒やん。ヨーロッパへ来ればいいんだよ。僕は君に振袖を着せて社交界を連れ歩きたいんだから。そうかて、ひとところにじっとしてられへんのでしょ。もう若くはない、どこかに落ち着こうかと考えてるんだ。どこかってどこですね？ジュネーブが国際会議も多いし、仕事には便利なんだがね。ジュネーブ。おう、ずつずっとお付き合いしてません。我慢しないで脳死。うちには老いばりな恋人からやんちゃな恋人までいるでしょ。
とても頭痛なんかにお付き合いしてる暇ないの。早く聞いて胃に優しい頭痛に直し、歩け歩け道がある、誰かが通った道がある、転んだらついでに一休み、そのまた先に道がある。わんぱくでもいい、たくましく育ってほしい。丸大ロースハム。学ぶというのは素直になること、教えるというのは未来の希望を語ること。煙を抑えたお線香、ライトスモーク星雲。お母さん、おとみさんの今度のお子はどっちどした？それがな、いらんもんつけて出てきました。どうせ無用の長物かいら。クルワで生まれた男の子はかわいそうやな。うちらの同級生を見ても父方に引き取られたり、よそへ養子に出されたり、ほとんど残ってはりまへん。残った子も高校ぐらいからは大抵下宿に移って時たましか帰ってきはらへん。あんたも男うまいように気ぃつけなあかんな。うちは子供は産みまへん。そらもったいないわ。ほんまにな、ゆっこはんが女の子産まはったらさぞかしええ芸妓はんになりまっせ。丸梅はんと違うてうちには継がせる店もありまへんさかいに、芸妓は一代限りと決めてます。おかみさん、ちょっと、滝川はん、おかえりや。どうも、周辺お世話になりまして。女親の手のいるうちはなんぼでもお世話します。それが過ぎたらお父さんのお家にお返しいたしますよって、ね、お母ちゃん、パパはねうちへジュネーブへ婚か言わはんのや。ジュネーブって外国ですか？スイスや。役体もないこと言わんとおくれやす。あんたはあての一人娘や、そないな遠くへ行くなら親を殺してからお行きやす。あんたはもそれはようご承知のはずや。うちの娘は家付きや境に、よその国を行きやすときは縁の切れ目と思うとくりやす。外国生活で縁が切れない滝川には心ならずも別離を申し出なければならなかった。狂わ育ちの言葉に傷つけられることこそなかったが、それ以上にそら恐ろしい宿命を私は我と我が身に感じていた。四度目の離婚から10年近く、手元に残った二人の子供と母を養うために家業に身を入れ、お店も2軒に増えた。どこか日陰の花にも似た青春時代に比べれば満身創痍、もはやこれ以上傷つける隙間もないほどの女になっていた。五度目の結婚話は息せき切って走り続けている明け暮れに、ゴールのラインを目の前に引かれるような感じで現れた。春子さんも乾杯してください。嬉しそうやね、野島さん。強引にママを口説き落として。何しろ3年がかりのプロポーズだからね。私かて迷いに迷ったわ。ほんまによろしいんどすか？おいおい、水をささないでくれよ。今さら結婚しはらんでも旗で見てる方が疲れますさかいに。見果ての夢よ、もう一度というとこかな。誤解もまあ証拠りもノート、笑われるのは覚悟の上や。双子と目には誤解とか傷だらけとか言うけど、おとみさんはそんなすごい過去の持ち主には見えないよ。そう言ったらあんたの正確な年も聞いてへんかった。
良いファンは3年もお付き合いしといて。まあ、いや恥ずかしい。もうやめたやめた。冗談じゃないよ。お互い年を聞かなかったのはそんなこと問題じゃなかったからだろ。正直言うとね、私は栄一さんが好きやさかい本当の年を聞くのが怖かったんや。うわ、ごっつぁん、これはもう周りが何と言うても無駄どすな。おばあちゃんかてそないに言ってはったわ。結婚しやはったら苦労を出ていかはるんですか。東京で栄一さんと暮らします。丸梅はどないなりますね。おばあちゃんがお滝さんとやってくれはるそうや。このハニーウエストは春ちゃんに任せます。いや、なんや心細いな。お母さんと約束したんだよ。僕は出張やロケで留守が多いから、その時は戻って店を見るって。アミは一個姉さんとこで修行中やし、周平はハワイに留学中や。もう一人や二人子供がでけても大丈夫やな。いや、まだ産まはるおつもりどすか。栄一さん、今度のロケは長いんどすか。下北半島のドキュメントだから3ヶ月はかかりそうだ。ほな、ちょっと京都に帰らせてもらってもよろしいおすか。おばあちゃんの具合が良くないんだって。お滝さんに電話で聞いたんやけど、もう2週間も寝込んでるんやって。風邪をこじらせたにしてはちょっと長いね。めったに寝込んだことのない人やさかい、私も気になりますね。看病となると勇気が足手まといだろう。足屋のお袋に預けたらどうかな。お母様手を焼かはるわ。この頃人見知りがきつうなってるさかい。君が可愛がりすぎるんじゃないか。おちびさん時代にはスキンシップは思いっきり、その代わり子離れも思いっきり。それが私の教育方針や。アミにも周平にもそうしてきましたんや。君らしいな。じゃあまあおばあちゃん大事に。ユキ、バイバイ。あんたも安城気ぃつけて、ええお仕事しておくれやす。あ、じゃあね。あの日、野島の家を出たまま、私は一度も東京に戻っていない。